日本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 だー、海外がいいよー。どうも皆さんこんばんは、日の丸弁当のちくびです。まあ、今日は新庄岡崎と新庄田が来ているということで、これ SOSO でそうそうでそう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 一発接合。はい、どんじゃらー。まさか、シンジが急にサンタに増えると思いませんでしたよね。いやー、びっくりした、ほんとに。サンタの後に柱の男が出てきたような感覚。岡崎のこの顔いいな、なんか、はぁ、いや、顔。おぉ！そんな岡崎のフェイスを褒めることによって岡崎が出てくるというね。容姿端麗、成績優秀、チンポデカすぎ、それが新庄岡崎ということで。うおー、かわいい髪型しとるなー。中学校時代の俺みたい。岡崎慎治、清水エスパルス。さあ、ということで、もう一人の SO を紹介していくぜ。次は新庄のてめえだ。メリフ。てか、これ、小野慎治のこのなんか左側のやつ誰これなんか、外国版が多いけど、アフメド・クトゥージュでした。いや、なんかね、対象のなんかメンバーが少ないから、もしかしたら小野慎治 GP なんじゃねみたいな感じで、なんか若干わちゃわちゃしてるツイッターをね、天空から眺めてたんですけども、そんなことなかったな。当たり前だろ。J リーガーに金払ってんだぞ、お前。小野慎治が金払わずに来るわけなかろうって。シュースケだけやからの GP でヒゲタン。アイコニックモーメントで。あと、いたっけ？だって GP でヒゲたやつ。新人小野ぐらいはさ、シュースケ中村の隣でそういう時あげるべきではなかったのでしょうかと私は思いますけどね。まあ多分この動画上がる頃にあの動画も上がっとるからいいけどさ、このタイミングでハゲリリースやめてくれん。マジで。これも次のね、次の回まで小野慎治ちょっとなんか待機かな。ワンチャン2週連続。あははは、来ちまったぜ。めちゃめちゃええ。慎治はやっぱりね、集合がすごくいい。問題の髪型。どうだ？あー、やっぱ生えとるよなぁ。いい面構えや。あ！ちょっとなんかうちの弟似とる。はい、というわけで高校時代のオナニーぐらい速攻でね、終わっちゃったアイコニックモーメントだったんですけども、なんと今回私ね、久々に J リーグ引いちゃおうかなと思いました。その理由はなぜなのか。そう。真ん中にいるようなセンターで抱えてる男！ユー！今回はさすがに触れさせてくれ。なんつったってこの小林優、そうだ思ってんだ！この小林優、大林優だな。はい、悪いの俺でーす。本当に一人で一同ができちゃうから、いると助かるよな。まあまあまあ。渡辺ゴー！アースジェット、乗り場ノズルで。A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, M, L, L, R, B, Q, R, S, T, U! U! アスジェ！逃げちゃダメだ、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 うるせえ！というわけで想像以上に新人の集まりが良くてから時間がクソ余ってるんで、今回このまま試合行っちゃおうかなと。で、補正に関しては今回は小野新人バフを使っていきたいと思うんですけど、走行値 98！ めちゃくちゃ強いやん。ちょっと能力値見ていいですか？ 175 センチ21歳。わぁ！身長俺と一緒だ。だから2個下だからパン買わせよ、後で。小野新人ね。まあ、OMF 特化型ということで、能力値は、お！ボールコントロール99、なるほど。で、フライパスが90、グラパスも94。いいね。ないフィジコン79ボリコン84ここかちょっとここは若干日本チャチャチャしちゃってるかもしんないですね。もしかしたら、あ、でもディフェンスとかも結構できるやん。うわー、ほんまはセントラルミッドフィールダー使いたいけど、なんかポジション的でぶち込むのがもったいないので、このまま行きます。逆足はシシソンソンで、スキルはダブルタッチルーレット足裏コントロール、いいね。ドリブル技ワンパンワンシュース、お、いい、すごいな。結構ちゃんとした。これなんでこうなった？またチャンメ日本人使ってからウィニングリフするんかよ、おい。もう俺が本物のチャンスメーカーや。で、岡崎はね、今回なんかね、珍しいことにですね、見てください、これラインブレーカーのような、なんかボックストライカーとか、なんかポストプレイのイメージあるけど違うらしい。岡崎慎治といえば、なんかその突撃能力高さ NHK と同等と言われてるんで、それをちょっと生かしていきたいですね。オフェンス94と KT 91、このスピシを生かしてからゴール前突っ込んで岡ちゃんヘディング、これできたらもう最高かな。そしてここにカガシンを介入させることによって、これカガシン、オカシン、オノシンのこの3マシンで、これゲートガーディアンで相手ドーン33対4、これでいきたいと思います。いくぞ、オラオラ、聞こえるか、このポキポキ音が。たぎってんだよ、こっち。とりあえず、チームスピリットを優先するために、今回、ポジショニングの監督、俗に言うこの男ですよね。ブルーの人種を使ってるんで、そこだけは若干怖いところであるやけど、昨日久々になんかプライベートウィニングイレブンを足しなんだから、問題ないと思われる。セーフ。これがアイコニックモーメントの強みってやつやんな。調子に関しては不調ありえんと。わ、これなんか出た、左側が出っ張っとるやつ。まあ、いつまでもね、ちょっと冷静な、自分で作った名前けど、これひどいや、これ。モノシン、カガシン。まあ、これ3人シンジがいることによって、これがその相手を困るやんけよ。おい、シンジのドリブルに気をつけろ。おい、シンジって言ってもよ。一体どの指示か分かんねえよみたいな感じで、相手も桜層ができる。これがなんか、この三振のね、強み。ベッカムパス。か、おかしい！うわぁ、おかしい！これ積極的に前から一回し、これがおかしいの強みな。これ力を担当するおかしい。そしてスピード、技術、すべてを担当するおのしん。そして香川を担当するかがしん。あ、待って、裏来る。マルディニ。ナイス。いや、なんか引っかかっとるけど。危なし！いやー、ちょっと待って、前になんか急ぎすぎたかもしれん。いや、これ詰めるよ。なぁ、問題なし。はい、そらね。
これも点取られたなって思うから痛くないよっていうね、そういうことです。あのダテージがなんかそのパンチされた時かわすやつあるやん、なんかその殴られた方向に首振ってからなんかダメージ軽減みたいな、そんな感じ。もうやられるって分かってるからこうやってなんか軽減できるわけよ。もし来たで、オドシンはやっぱバフかけてるからさ、これしっかりドリブルしていこうかなと思わず、それでこうやってパスを選択し、でも振られます。来た岡崎、この辺で引きだー。まさにおかしいんだこれこそ、ラリアット汗気づき。おかしんの泥臭いプレイが見えましたね。まあ、担当おかしん、さすがだぜ、かっこいい。今のよかったら、これ相手もなんか気持ちいいんじゃないの。うわ、岡崎慎二のヘディングかっこよ、みたいな感じで。全員ハッピー、幸せすぎる、こんな世界があっていいのか。いや、これ、言ったんじゃない、おかしんだ、さらに突っ込め、名前まで、ぶっ飛ばしてる。破壊神だ、おかしんじゃねえ。いかれてるぜ、おかしい、おかしい神だ。やばい、クロちゃんだ。サンチェス、行かない。あ、オッケー、取れた。取れたろ、なんで取らんかった今。絶対いけない。おい、待って、今絶対おかしい、取れたやんだって。なんで敵の近くまで行ってから、あ、やっぱりどうぞみたいな、だから席譲るみたいな、やらないよそんな。おい、何やこれ、何その日本人魂、いらんでしょお前、サッカーやつ戦争やぞお前、しっかりとなんか敵潰しに行け。ベッカム、そうサイドね、マルディーニ、うん、これはオノシン、ダメだっちゃう、技巧はオノシン、ボールをキープ、うわー全然、うわー畜生、日本人3人の力じゃ勝てないのかもしれない、うわーどうしよう、任せろー、中田が決断を叩く、そしてこの3人の日本人が奮起する、そういう図になってます。岡崎いけるかな、岡崎いけるんちゃう、ワンちゃん、いや今日の岡崎は何が違う、バラを翻弄してる、世界最高峰と渡り合ってる、二度目の、違う二度目じゃない、火事だ火事、これボルキム、いやー遅れてる。まあ足蹴っただけじゃん、お前あれか、お前転校生にいたずらするいじめっ子、ちょっと訳がわからん、最近これ多すぎ、何が起こった今、訳がわからん、入ってないけど、お前沢田綱吉みたいなのすんな、お前加速しすぎて通過するみたいなよ、しっかりやってくれマジで。岡崎、はい、これヘディングな、岡ちゃんのヘッドは泥臭さと正確さ、この両立、カカシンで、すぐに出さねえ、カカシンドリブルすると見せて、おかしいな、おかしい、うわっったりゃ、いや、いかないぜ、まだだぜ、モイズキンね。オッケーオッケー。モイズキンの破壊力は十分分かった。その上でしっかりとディフェンスライン引かせてもらった。オノシンだ、ナイス、ディフェンスもできますよ。で、ヒデトシがサポート入って、オノシンもう一度、で、オノシンがダブルダッチ。いや、ルーレ、バカか、こいつ。バックついてもらいに行ってんじゃねえかよ。何このメス。ちょ、まあ、冷静になってくれ。でも、しかし、ファールはゲットもつしたからな。オッケーオッケー。こういう作戦もできると、これ、オノシンの技巧家のところ出てますね。なんでダブルタッチ出ないの、めっちゃ回っちゃう、この人。ベイブレード説、オノシンジ。ポゼッションサッカーで行こう。日本人らしく。ネドベイド。はい、ここ、オノシン。頼みます。いいパスだ。で、カカシン。で、ちょっとおかしい行きたいけど、あ、待って、おかしいとオノシン、逆になっちゃった。ごめん。シンジ同士か。そして、皆さん見てください。オノシンのいいところってのは、このプレースキックの精度の高さ。低くて速い。そんなシュート。うわ、おかしい、ガーおかちゃん。ルメ、ナイスルメ、よ、カカに、カカシン、取れた、よっしゃ、ファンデンが事故ったらもう、そしてここに、カカシンマスター、いい、おかしいが来た、おかしいって来い、うわ、ひどい、あー、返して、まあ、ラスト、ワンプレイないか、プティ、大きく立てた、お母ちゃん、ヘリング、お母ちゃん、おじじしる、くそ、マジで、あー、くそ、いや、これ皆さんついに分かっちゃいましたね。そう、岡ちゃんの方が強いわ。裏抜けのタイミングも良かったし。ただちょっとなんかスピードが若干足りなかった。それを今回は清水エスパルスバフでカバーしてしまうという作戦。これ来たやろ、多分。まあ、そして調子の方まで絶好調だったらもう最強見れるんですけど。ああ、十分十分。おい、センターバックどうした、やから MVP って居場所なくなったやぞ、お前。おい、アイコニックモーメントがすごいんじゃない、お前らが悪いんや。もう参った参った。もうこれでいくしかない。4312ね、了解。で、あと、オノジンが思った以上にダブルタッチしない。マジで。でも絶対、前ってダブルタッチしかなくない、それでもルールついて。確実に。もうなんかその、犬塚牙みたいになったんで。東野達也。おぉ、これもう特定します、後で。新次香川。おこのオレンジのユニフォームに来て、わぁ待て、岡崎のスピード、あれ、いけるんちゃうか、うわ、先ほどいた、うわ、外役だ、外役新次、ガッハッハ、くっそ、自分からなんか率先してから前線行ってから、ほら、打たせろ、打たせろって言ってから、若かりし岡崎新次、恐ろしいですね。もうレスターシティで補助に回ってた頃が懐かしいよ。あ、待て、あ、これ、これ、まあ、ボール取りに行く。これ、相手の目線に行くと、ここに人がいたら嫌だなっていうところ、人を置く。したら勝手にボールが取れちまうっていう簡単なゲームね。はい、ちょ、待て、何その開演、おろし、いや、オノシンがちょっと服取られてるから、ちょっとなんか若干泣いてるわ。クリバリ、あ、終わった、
もう知ってるもん。そこでゆっくりボール持たれてシュート打たれた時とかさ、なんかお前なんかずるいなと思う。なんか俺はなんかもっとなんか人がわーって人の中でさ、頑張ってこうしたのに、お前なんでそんなゆったりした中でこういう出来は、なんでパスで起こる川慎二がボール取ったで、慎二起き上がれ、起き上がれ慎二、バブーちゃんやめろ。はい、小野慎来た、香川慎、はい、香川慎、おかしい、香川慎で、おかしい、で、おかしいの、うん、おかしいの返せ。これなんか前線からのプレス、これおかしいの進行調、うわ惜しいね。おかしいのさっきのプレッシャーで相手は冷静さを失っているから、攻撃絶対どっかで見せます。絶対見せるよ、絶対見せるよ、絶対見せるよ、これ絶対見せるよ、絶対見せる、絶対、もうすごくないこいつ、すごくない、びっくりした。は？東野達也じゃないやんこいつ、ルフカルマやん、やば、ちょっとなんか特定とかやめよう、潰されるよこれ、言葉の重みすごいわ。おかしい来た、しかしそれ俺におかしいがいる。待て、ここでおかしいを容易に使ってしまえば前の俺と一緒だから、ここで前の俺に戻ってはならない。ネドウェイド、プーティー、そう、サイド使って、おかしいの、進行じゃないと、な、邪魔すんな、しっかり中に食い込ませて、おかしい、くそ、何のために君に服を着たと思ってるんだ、このリカちゃん人形め、プーティー、来たな、ネドブロがいるぜ、えい、中、マリティリン、外国人最高これが外国の力だよ、異国産業万歳、やっぱり海外の力は最高だよなーって言わせないようにみんな頑張ってくるお願いだから、日本人さんに、ロードリーいいね、外国最高、ちょ待って、やばい倒れんな、ちょっとなんか最近そういうの多いね、クリバリ、おーヘディングの強さ、な、何これバカしかいない今の、完璧だ、流れ俺の中だ、おかしい、いいトラップ相手にぶつけがち、ちょ待って待って、綺麗なカウンター入ったな、またこれロードリー、いやこれ突っ込んでなんとか取ってくれ、ただただただネルベロ、ナイスネルベロ、取って取って取って、ネルベロ、ネルベロ取って取って、取れない、前も何やったかのボールがここで取るよ、ここで取れない、なんでマジで、ねえちょ、グリバリお前ヘディングかぶりすぎだろお前、まあ、もうとない、おかしい、いいぞ、おかしいによる、おかしい、ほら見てみろ、変態だぞお前、やりされた代表だぞ、もうと、プーティーネドベド、こういうことでね、あーこれはオノシンなの、はぁ、もう意味わからん、お前らのせいや、なんか俺がなんかそのアホみたいなプレイするの待っとるから、それをまあ引き出して、プーティー、そうだね、カガシン、あーおかしい、そして、カガシン行こうかな、いや違うよ、いやカガシンだこれは、カガシン一回行って来た、オノシンついに上がってきたぜ、オノシンアイコンに比べんな、クソいける、ベッカム、いけるの、ベッカム、ルーベン、あのね、メッシ、はい、お前切り返すの分かってるバカ野郎が、もうセンターバック逃げますよ、ゴールと、あ、ちょ、は、ビビるわマジでクルトーなんかもうウッディみたいな取り、あかかかかかみたいなさ、こういう時にお菓子のヘッドが便利なんですよね、これプレミアリーグでも通用するフィジカル持ってるから、さすがだぜ、オノシンでしょ、で、ベッ、あー、カカシン戻ってくんな、オノシン来た、見事なパスワーク、どれ、いいパスだ、おかしいけおらー、なんじゃこれ我慢汁やないか、ベッカム、あ、ロドリーがいっちゃってんな、いやでもこれはカカシンか、カカシン、おかしい来た、おかしい、抜くぞ、抜けれーちくしょBL だ、抜けねいやー、どっかで取りたいな、相手なんか絶命のボールキープかましてきてるんで、ここで戻すんだろう、そこに危ないアンバステンね、あれショットガンタッチ失敗ね、いけー、ここ入りカカシン、おかしいだと思ったろ、来た、ナイスパス、岡崎ここだ、見事なフィジトルブル、いけ、おかしい、すごい、いて、邪魔だよバカ、もうベッカム何やで、おかしい、戻ってる、うでえがベッカム、何あいつ、ベッカムじゃねえ、ペリーだあいつ、ふざけろ、日本めちゃくちゃ違うやって、クソだ、なんだこれ